爛漫。町に花と緑の季節が訪れました。中之島公園の恒例の花壇展も今年で7回目。柔らかな日差しの中に憩う人々の頬を爽やかな風が撫でてゆきます。街を緑にの運動も次第に人々の暮らしの中に根を下ろし始めました。灰色のコンクリートの中の都会生活、豊かな自然は潤いのある生活を築くために欠かすことができません。優しい春の香り、明るく爽やかな季節の息吹、天王寺公園をはじめ市内6カ所で開かれている植木市は緑を求める人で大変なにぎわいです。綺麗な街、親切な心で万国博を迎えた大阪市。エキスポ70とともにインターエンジニアリング70大阪国際見本市も幕を開けました。世界の最新最高の工業技術の粋が一堂に花と開きます。長井公園の郷土の森、北は北海道から南は沖縄まで、春ごとの集団就職の青少年に託された郷土の苗木は、ふるさとを離れて元気に働く若者たちと共に第二のふるさと大阪ですくすくと育っています。100年間緑を増やし続けるという意気込みで始められた大阪市の緑化運動。花開く70年代、それは大阪にとってさらに緑濃い年代となるでしょう。